字は木です。2画目は縦から横に移動する感じで、口は N のように書きましょう。縦画の上部を開けると行書らしくなります。木とは不思議、珍しい、思いがけないなど予期できないことを表します。でも生きていれば思いがけないことばかり、まさに事実は小説よりも奇なりといったところでしょう。私も昨日新橋から山手線に乗ったはずが、品川に着いてみたら京浜東北線に乗ってたんです。こんな不思議なことってあるのかなと、まさに事実は小説よりも、乗り間違えてたんじゃないかって。いいえ、確かに山手線に乗りました。降りるとき、その電車が京浜東北線になってたんです。はい、少し酔ってました。